写真拡大。30日のヤクルト戦、神宮に先発する阪神、藤浪は29日、敵地のブルペンで30球の投球練習を行い、投球フォームなどをチェックした。今季初登板で先発した23日の広島戦、甲子園は5回まで無失点投球も6回に逆転満塁弾を浴び、7回途中4失点で降板。負け投手となった。27日の練習後に敵地にはなりますが、ファンの方々の歓声に応えられるような投球をしたいと話していた右腕。2018年9月29日の中日戦、名古屋ドーム以来の勝ち星を目指す。